ちは、TC楽器の島です。今回ご紹介するのがこちらの横山ギターズの、AR の GTB というモデルですね。タイムレスハカランダといういわゆるサルベージウッドと言われる、湖とか川の底に沈んでいた、材をサルベージなんで、持ち上げ引き上げて、でそれを乾燥させて活用するという、木があって、まあそれの、ハカランダのものになりますね。タイムレスハカランダと言われます。非常に、珍しい希少なもので、横山さんの工房だと最上級のランクのギターに採用することが、たまにある。まあ材が確保できればという感じだと思いますね。でこううねるような木目がすごく綺麗な、上質なサイドバックの材ですね。トップは、ジャーマンスプルースなので、これも高級なものなので、人気の AR シェイプ、小さめのカッタウェイのやつですねになるので、横山さんの工房でも一番こうランクの高い、人気のタイプのものになるので、なかなかこうない入荷、うちでも入荷してもすぐ売れてしまうような非常に人気の、スペックですね。結構横山さんのギターだとアディロントップだとこうやっぱりアディロンらしく腰がずんと落ち着いてストレートでクリアな音質っていうのが主になるんですが、こっちはもうジャマントップなんで結構こうさらっと、弾いてるんですけど、あんまりこう固く引っかからずに滑らかに出てくれるので、これはジャーマントップの魅力かなと思います。さらっと弾けるのにこうレンジがすごく広い、サイドバックのこのハカランダの反応の良さっていうのも相まって非常に、スラスラ弾けるんですが、薄っぺらいサウンドじゃなくて、オレンジが広く出てくるっていうのが魅力ですね。なってくるんですが、あくまでも最終的に出てくるアウトプットが木材の素質の音っていう感触なんで、非常にこうランクが高い高級なギターだっていうのがこうパッと弾いても分かるハイエンドな音質ですね。非常にいい、横山さん最上級のランクの1本です。ぜひお試しください。